新潟市アイスアリーナは新潟県新潟市中央区将棋に所在する屋内型スケートリンクである。施設命名権により愛称を MGC 三菱ガス化学アイスアリーナとしている。施設は新潟市が所有し新潟パティネレジャーが指定管理者として運営管理を行っている。館内2014年2月1日に開場した本州日本海側で初となる。 通年営業の屋内型スケートリンクでメインリンクはフィギュアスケート、アイスホッケー、ショートトラックスピードスケートのサブリンクはカーリングの国際公式企画に対応している。データイムに一般利用向けの教養を行うだけでなく夜間から早朝にかけては各種競技の練習やイベント等への貸し切り利用にも対応し終日にわたって教養を行っている。 また、環境対策や、ランニングコストの低減策として、屋根と南側の壁面に総出力5 2 1 4ットの太陽光発電パネルを設けたほか、リンクの冷却システムには、液体に酸化炭素の蒸発洗熱を活用して、コストや CO2 排出量の低減を図るだけでなく、氷村を低減させ、リンクの表出を良好に保つメリットも期待されている。とアリーナは、 新潟市が、私有施設として、費用を負担し、施設の設計や建設、共用後の運営管理を民間に委託する d ボー、方式によって整備された。新潟県内の公営スケートリンクとしては、上越市に所在する、リージョンプラザ上越のジャンボプール券、アイスアリーナ、柏崎市に所在する新潟県立柏崎、アクアパークのメインプール券、アイスリンクに次いで3カ所目で、 前日の通り通年営業の施設としては初である。かつて、新潟市内には、中央区南笹口に新潟アイスリンク、東区先行町に、林港スポーツセンターという民営のスケートリンクが2カ所、所在したが、いずれも2003年までに営業を終了した。このため市内及び、新潟市周辺で、アイススケート競技を行っていた個人や団体は、前日の県内2カ所のスケートリンクや、 県外の各地へ練習環境を求めざるを得ない状況が長らく続いたことから競技関係者などを中心として新潟市に対しスケートリンクの整備を求める陳情や署名活動などが行われた。こうした動きを経て市では整備に着手し2012年10月から設計に着手建物本体は2013年2月に着工2014年1月に竣工した。 そして1月31日の内覧会を経て、翌2月1日付で会場し本教養を開始。同日午前のオープニングイベントでは、フィギュアスケートから女子の今井春香と現役を引退した男子の小田信成が招待され、デモンストレーションを披露するなどした。2018年には、ピョンチャンオリンピックに出場するフィギュアスケートロシア連邦代表チームが、本リンクで、 事前合宿を行っている。市では維持費用の確保等を目的に、私有施設として初となる愛称を対象にした施設命名権を導入することとなり、契約期間は会場日から3年2ヶ月間以上、契約額は年額1000万円以上を条件として、2013年7月1日から2ヶ月間にわたって売却先の募集を実施した。 その結果数社から応募があり審査した結果、中央区に本社を置き、住宅の製造販売などを手掛けるアサヒアレックスホールディングスと、会場日から2019年3月31日までの5年2ヶ月間、年額1270万円の条件で、同年9月20日付で合意に達し、愛称は新潟アサヒアレックスアイスアリーナに決定した。同年4月1日からは、 三菱ガス科学が命名権を取得し MGC 三菱ガス科学アイスアリーナとなった。契約期間は5年。なお市では条例で規定された施設の正式名称を使用しつつ広報上においては命名権による愛称を積極的に使用するものとしている。ありがとうございます。